CDTV ライブ。ライブ、12分の8放送パワーソングリクエスト SP。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスがやばすぎた。音楽と芸能界は、その褒びやかな表面の裏に、しばしば見過ごされがちな複雑な力関係と歴史が潜んでいます。特にジャニーズ事務所のような大手芸能実務所に所属していたアーティストたちは、その影響力や規律の厳しさによって、 多くの点で自由が制約されることが知られています。しかし、近年、そのような状況に変化の兆しが見え始めています。特に、ナンバーアンダーラインアイのメンバーである平野翔神宮寺勇太、岸優太らがジャニーズを離れ、自分たちの音楽的自由と表現の場を求める姿勢は、多くのファンにとって希望の光となっています。8月12日に放送された TBS 系の音楽番組、 CDTV ライブ。ライブでは、パワーソングリクエスト SP と題し、視聴者からのリクエストをもとに、元気や勇気を与える曲が特集されました。この番組において、ナンバーアンダーライン愛の出演が特に注目されました。彼らの出演は、単なる音楽パフォーマンスの一環としてだけでなく、彼らがかつて所属していた事務所の支配から解放され、新たな道を切り開く象徴として捉えられることが多いのです。 ジャニーズ事務所は、長年にわたり日本の芸能界において絶大な影響力を持ち続けてきました。その力は、若手アイドルの発掘から育成、そして彼らの活動の管理に至るまで、すべてに及んでいます。この体制の中で、アーティストたちは自己表現の機会を制限されることが多く、与えられた役割に従わざるを得ない状況が生じることもありました。しかし、 近年では SNS の普及やファンの声が大きくなる中で、アーティストたちの自立や独自の表現を求める声が高まっています。平野紫や神宮寺雄太、岸優太らの行動は、そのような変化の一端を象徴するものとして、多くの関心を集めています。特に、平野翔はジャニーズ時代から抜群のカリスマ性を持ち、ファンを魅了してきました。その一方で、 彼が求める音楽的な自由やクリエイティブな表現に対する欲求は、ジャニーズの枠組みの中では実現が難しい部分もありました。彼がジャニーズを離れた後、どのような音楽活動を展開するのかは、ファンにとって大きな関心事でした。そして、その期待に応えるかのように、ナンバーアンダーライン愛としての活動は、彼自身の音楽性やクリエイティビティを存分に発揮する場となりつつあります。神宮寺ー太もまた、 ジャニーズ時代からその端正なルックスと安定感のあるパフォーマンスで多くのファンを持っていました。しかし、彼もまた、ジャニーズの厳しい規律の中で自分の個性を出すことが難しいと感じることがあったかもしれません。ナンバーアンダーライン愛の活動を通じて、彼は自分の音楽的なビジョンをより自由に表現できるようになり、その結果として、より多くのファン層を開拓しています。キシユタについても、 彼の独自の魅力や個性が、ジャニーズという大きな枠組みの中でどこまで発揮されていたかは疑問です。彼の音楽やパフォーマンスに対する情熱は、ナンバーアンダーライン愛としての活動を通じて、より強く、より鮮明に現れるようになりました。これにより、彼もまた、自分自身のアーティストとしての道を見つけつつあります。では、彼らが新しい道を選び、自由を求めることが、 どのような影響を持つのでしょうか。まず一つには、音楽業界全体におけるアーティストの自主性やクリエイティビティの重要性が再認識されるきっかけとなっています。ジャニーズ事務所のような大手芸能事務所に依存することなく、独自の道を切り開くアーティストが増えることで、音楽業界全体がより多様化し、革新が生まれる可能性が高まります。また、彼らの成功は、 他のアーティストや若手タレントたちにとっても一つのロールモデルとなるでしょう。大手事務所の影響力や管理下で活動することに限界を感じるアーティストたちが、彼らの後に続いて新たな挑戦を試みることが期待されます。このような流れが広がることで、音楽業界はより自由で、個性的な表現が尊重される場となりうるのです。さらに、彼らの活動は、ファンとの関係性にも新しい風を吹き込んでいます。 従来のアイドルファンとの関係は、どちらかというと一方向的なものでしたが、SNS や配信ライブなどの新しいメディアを活用することで、より双方向的で、より親密な関係を築くことができるようになっています。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、このような新しい関係性を積極的に構築し、ファンとの絆を深めています。しかしながら、ここで一つの疑問が生まれます。 自由と自主性を追求することは、必ずしも成功につながるのでしょうか。独立して活動することは、それまで事務所が担っていたプロモーションやサポートがなくなることを意味し、その分、アーティスト自身が多くの責任を負わなければなりません。また、ファンの期待に応えるためには、より高度なクリエイティブな力や戦略が求められます。これは、平野翔、神宮寺雄太、岸雄太にとっても新たな挑戦であり、 その結果がどうなるかはまだ未知数ですそして彼らの挑戦が成功するかどうかはファンの支援だけでなく音楽業界全体の動向やトレンドにも大きく影響されます近年ではデジタル技術の進化やグローバルな音楽市場の拡大によってアーティストが自らのブランドを築き上げるチャンスが増えていますしかし同時に競争も激化しておりただ単に自由を求めるだけではなく いかがにして独自の魅力を発揮し続けるかが重要となるでしょう。そのため、彼らが今後どのような戦略を取るのか、そしてどのようにして自分たちの音楽やパフォーマンスを進化させていくのかは、非常に興味深い点です。新しい道を切り開くためには、過去の成功にとらわれず、新しいアイデアやアプローチを取り入れる柔軟性が求められます。これからの彼らの動向は、 他のアーティストにとととっても重要なな教訓となることでしょう最後に彼らの活動を通じて私たちが学ぶべき重要な教訓があるとすればそれは自由には責任が伴うということです。自由を得るためにはそれに見合った努力やリスクを取る覚悟が必要です。そしてその自由をどう生かすかは最終的には自分自身の決断と行動にかかっています。 ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは、この困難な道を選び、今まさにその挑戦の真っただ中にいます。私たちは彼らの挑戦を見守り、彼らがどのようにして自分たちの音楽的なビジョンを実現していくのか、そしてその結果がどうなるのかを楽しみにしています。そして、この挑戦が音楽業界全体にどのような影響を与えるのかを注視しつつ、自分たちもまた、日常の中で自由と、 責任にについいて考えさせられるきっかけにしたいものです結局のところ、自由とは何か、そしてそれをどう生かすべきかという問いは、誰にとっても普遍的でありながら、非常に個人的なものであるからです。この先、ナンバーアンダーライン愛がどのような音楽を作り、どのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、彼らの成長を期待しつつ、それに伴うリスクや困難を乗り越える姿から、私たちもまた多くのことを学ぶでしょう。 彼らの旅は、単なるエンターテインメントではなく、自由を求める人々にとってのインスピレーションとなるのです。そして、そんな彼らに対して、あなたはどんな未来を期待しますかまた、あなた自身が自由を手に入れたとき、その自由をどう使うつもりですか